皆さんこんにちは、こんばんは、キーちゃんでございます。今日はですね、提供動画を作らせていただくことになりました。最後にはね、皆さんにも嬉しい特典などクーポンコードなどありますので、よかったら最後まで見てってほしいです。クシオさんというね、商品をねご紹介させていただくんですが、まずクシオさんはね、オーガニック原材料にこだわった環境に優しい製品だそうで、天然由来の果物とか植物使用して作られているものだそうです。食物繊維のスクラブで作られているそうで、人体にも環境にも優しく作られている製品だそうです。使用してすぐに効果が得られる、実感できる感じになっております。リンパの流れとこう促進をし、お肌をね引き締め、キメを整え、保湿をしてくれる商品です。くすみの原因でもある古い角質を除去してくれるって感じです。はい。そして癒しに着目をした、厳選した香りをブレンドしたものだそうです。その香りという癒しでね、日々のストレスがね解放してくれるような感じの香りでできてるそうなので、今回ね2点いただきまして、で2点なんですけども、何個かね種類がありまして、その中から好きな香りをお選びくださいということで2点選んでいただきました。でね、商品の特徴なんですけど、ネイルサロンとかエステサロンにも使用されているプロ専用シリーズとなっております。フルーツや植物などのお肌に優しい天然成分を贅沢に配合しているもので、ブレンドするためにね異なるアロマの香りが香るそうです。使うたんびにこう香りで、同じ製品なのに癒される感じでできているそうです。見たことある香りももちろんあったんだけど、せっかくだったら違う香り、今まで選んだことのない香りを選ぼうと思って、まずこちらです。クシオのバタースクラブでございます。これがね、香りが3点ありまして、その中からココナッツホワイトジンジャーとザクロとイチジク、ホワイトライムとアロエベラのこの3点があったんですけども、私はホワイトライム&アロエベラを選びました。まずこのスクラブクリームの特徴なんですけども、お肌の汚れやくすみ、古くなった角質を除去するスクラブクリームとなってまして、で透明感や肌のトーン、キメが整います。モイストキープという特殊な製法で作られているそうで、そのクリームで潤いと保湿が長続きするそうです。今すごくね問題になってるプラスチック製のスクラブではない、食物繊維のソフトスクラブとなっているそうです。肌をね柔らかくする効果で、マッサージした後のクリームやローションの浸透率が上がり、効果的になるそうです。そしてスクラブをね流す時の肌の感触の気持ちよさは、とても人気が高い商品となっているそうです。で実際ねお風呂場で使った感じも流しつつ、今、こんな感じの商品という感じで手に出して、甲をねちょっとスクラブしていこうと思います。はい。まずねこれがね 113g ありまして、でいろんなところに使えるんですね。手や足、ボディ全体に使用できるものになっております。出してみるとこんな感じになってまして、揉み込んでいくというか感じなんですけど、スクラブねすごいね柔らかいんですよ。でね肌に痛くない。よくスクラブってこう擦りすぎると痛かったりとか、そういうものもあると思うんですけど、すごい肌に優しいんですよ。なのですごいもうこれで癒しになる感じでございます。で香りはね
私が感じたのがホワイトライムの香りも薄く感じるんですけど、アロエ感が強いかなっていう私の感覚なんですが、って感じなんですよね。で、こうマッサージするたんびにすごくね、気持ちよくって、なんかこう体の力がこう抜ける感じな、癒し効果がすごくあります。時間を忘れるぐらいこうずっとくるくるしてたい。とっても気持ちがいいです。スクラブもね、そんなつぶつぶしたものが入っていないので、っていうのもあってかすごく優しい、本当にスクラブしてるのってぐらい優しい感じになってます。こちらは洗い流すタイプになっておりますので、ちょっと今から洗い流してきます。はい、今洗い流してきたんですが、ちょっとねワントーン上がってるの分かりますか？やってない方なんですけど、こっちがね全然スクラブしてない方なんですけど、ちょっと肌の色が白くなってるの分かりますか？あ、これがねスクラブ効果なんだと思います。で、洗い流した後すっごくもちもちします。で、香りもね残ってるんですけど、スクラブに興味がある方だけどちょっと痛いからあんま使えてないって方はね、こちらから始めてみるといいと思います。これは本当に香りといいね、スクラブの優しい感じとかがすごくいいと思うので、はい、おすすめできます。で、これはハンドケアとしても使えるので、ハンドケアしてもらうときにおすすめなやり方が載ってますので、ちょっとねこの辺につけておくんですけど、まあ、こんな感じでね手をマッサージしてもらうような感じでも使えます。はい、これ気持ちよさそうでね。やりたい。これでも一人じゃできないので、まあ、お友達とねやり合うとかもできるし、すっごいリラックスにね、今すごい自粛でこう制限されてる中でね、そういう癒しは必要だと思いますので、まあこういうものを使ってねやるのもいいと思います。ホワイトライム&アロエベラ、まあ、あるっちゃあるんだろうけど、ホワイトライムっていうのをなんかあんま聞いたことないなっていうので私は選んだんですけど、まあ、ホワイトライムがね引き締め効果があるそうで、あとアロエベラのエキスで日焼け止め、日焼け等のダメージを受けたお肌の熱を取ってくれたりとか、あと刺激を抑え、シミ、そばかすを防止してくれるっていうことで、今これを読んだらこれを選んでよかったなっていうのをちょっと思いました。まあね、3点とも全部いい商品なのは間違いないと思うんだけど、まあこうご購入とかされるときにちょっと書いてあると思うんで、そこをよく見てご購入をしてほしいと思います。これは本当にねスクラブ感がまあ気持ちいい。自分でこうやっててもすごく気持ちよかったから、人にやってもらったら余計にそのハンドケアとか人にやってもらったらすごくね、もう寝ちゃうぐらい気持ちいいと思う。本当に。本当にね、気持ちよかったので、はい、おすすめできます。はい、こちらはバターブレンドのバニラビーン&シュガーで、ハンド&ボディクリームになります。これはね、6種類ぐらいあったんですけど、ミルク&ハニー、ザクロ&イチジク、ラベンダー&カモミール、ココナッツ&ホワイトジンジャー、ホワイトライム&アロエベラ、バニラビーン&シュガーなんですけど、まあ、先ほどのやつがホワイトライム&アロエベラなので、同じ匂いもあったから、それとでもいいかなと思ったんだけど、せっかくであれば、被らない、また使ったことがないものを選びました。濃厚でふんわりとソフトなテクスチャーの中に、有機栽培のみずみずしいフルーツや、アロエをはじめ、植物から抽出した天然由来成分がぎゅっと濃縮されてるそうです。そういうところいいよね。モイストキープ特殊製法で作られているクリームで、潤い保湿が長続きするそうで、滑らかなね、テクスチャーでお肌をふんわりベールで包んでくれるそうですね。潤いキープ力でお肌をしっかりカバーしてくれて、透明感とか肌のトーンとかキメが整うそうです。もっちりと
艶やかなお肌へ導いてくれるそうですね。で、実際使って、昨日ほら全身使って、その後保湿として使ったんですけど、すごくね、気持ちよかった。これもね、香りがね、すごく良かったの。で、主な成分がね、スサントコフェロールっていうものが、ビタミン E とか抗菌作用の動きをしているのと、肌荒れを防止してくれるそういう成分と、グリセリンっていうのが、保湿剤とか柔軟剤として使用されていて、肌に潤いとしっかりとした感触を与えてくれる。そして、肌に潤いを与え上に、古い、皮膜を作って換気の乾燥からしっかり肌を守ってくれるそうですね。そしてアロエベラ樹液っていうものがあって、肌にねたっぷり水分とビタミン E の潤いとか張りを与えてくれるそうですね。肌荒れのトラブルとかを起きにくくするものをね増やしてくれていて、バリア機能が高くてキメを整った綺麗な肌にしてくれるそうですね。エチルヘキシルグリセリン、さっきグリセリンって言ったんですけど、また違うグリセリンが入ってまして、デオロラント作用とかがあると保湿成分が入ってて、バラメンフリー処方のできる肌、潤いを与える化粧品に使用されているものみたいで、こういう成分が主にこちらの、バターブレンドには入ってて、いい成分ばかりということですね。で、昨日使った時に上をね取ってないんですけど、こういう一つねこれを外してみるとこんな感じです。これがバニラビーン&シュガーで、で、香りが、ね、バニラの香りもほんのりするし、甘い香りですね、やっぱり。砂糖、シュガーってことで。で、これを塗っていくんですけど、もう結構ね、全身に使ったから使ってるんです。結構使ってるんですが、ね、伸ばすとね、すごいバニラの香りがね、匂いに包まれて、すごく香りに癒されますね。そして、肌がすごい保湿感がいいものがいっぱい入ってるせいか、すっごい保湿されます、肌が。で、さっきもちもちね、してたところにこれを塗ることによって、余計こう、保湿を与えてくれて、肌がもちもちってなる感じでございます。そしてクリームがね、そんなにね、重たくないので、軽いからすぐ肌に馴染んでくれます。もうね、これを塗って寝た日にはもう、癒し効果で睡眠がバッチリってくらい、すごく香りが強くて癒されると思います。ご提供していただいたからとかには関係なくて、エステとかそういうとこでも使われてるぐらいなすごいものですし、オーガニック製品でできてたりするので、まあ、安心に使えるということと、とにかく香りがすごいです。香りに癒されます。疲れてるなーとか、香りに癒されたいなーって方はね、ほんとこの2点はおすすめできると思います。ただこっちは6点あるので、ちょっと選ぶのに大変だと思いますが、私みたいに名前で選んだりとか、あと今みたいにちょっと成分とか入ってるものとか、その匂いに、そのものに何が、に効果があるかとかをちょっと読んで自分に合ったものをね選んでほしいと思います。とにかくこのこっちは、すごくねいい成分がいっぱい入ってんだなっていう感じなんです。ご購入をねしたいなって方はですね、私のねクーポンコードをいただいたので、ここに書いてあるやつ、あと概要欄にもねリンクとこれクーポンのそのやつを書いておきますので、気になった方はぜひぜひそれを使ってですねお得に購入してほしいと思います。私も使ってみたいという方はね、ぜひぜひお得なクーポンを使って、ぜひぜひね買ってみてほしいと思います。で、長々とね、なってしまったんですけども、はい、こんな感じで今回は終わりたいと思います。今回もご視聴ありがとうございました。こちらのチャンネルでは、美容品なりね、今こういうご提供をさせていただいた動画とかを主に発信してる
チャンネルでございます。ライフスタイルのチャンネルのもありますので、よかったら両方チャンネル登録してほしいと思います。下のね概要欄の方に今回のねリンクとクーポンコードプラス私のねいろいろこのチャンネル登録とかインスタとかツイッターとかの全部登録できるねこういう一つまとめたリンクが貼ってますので、よかったらそっちを見ていただきたいと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。これ冗談抜きでねこの二つおすすめできます。びっくりしました。この香りの良さとこの天然成分というかねオーガニック処方なねやつを見たら、僕のクーポンを使って皆さんも試してみてください。ではまたね。バーイ。